酔い月。酔い月、酔い月、酔日月は、日本海軍の駆逐艦。秋月型駆逐艦の十番艦。艦名は、酔いの月、夕方の月の意味。1941年、昭和16年度計画、丸九計画による、お津型一等駆逐艦の第363号艦として、浦賀選挙で1943年。 昭和18年8月25日に寄港。当初は三菱長崎造船所で建造される予定であったが、選票改定により、裏賀での建造に変更された。本館は秋月型駆逐艦の内裏賀選挙で建造された唯一の館である。1944年、昭和19年5月10日、姉妹館、春月や解剖館等と共に命名。 9月25日に浸水。12月5日、日本海軍は白柳型駆逐艦7番艦、海風艦長、沈没時、遊具モ型駆逐艦18番艦、収走艦長、沈没時等を歴任した中尾小太郎中佐をヨいズキ偽装委員長に任命する。12月31日を、巡航予定としていたが、機関部で事故が発生して事故が発生。 造船所蔵機部関係者一名巡職、竣工日を延期した。1945年、昭和20年1月31日に竣工。中尾中佐も良い月区区官長、初代に任命された。主要人員は、公海長堀健次郎中尉、法術長、荒木和夫大尉、水来長、山崎寺市院大尉、機関長、有馬敏彦大尉。2月5日付で、 クレチンジュフ席となった。収益後、訓練部隊の第十一水雷戦隊、司令官、高間艦海軍少将、海軍兵学校四十一機に編入されるも、瀬戸内海開港用の燃料の確保に時間がかかり、開港日は大幅に繰り下げられた。2月10日、かねて病のため交代を予定されていた、中尾中佐、宵月艦長は、佐世保チンジュフフとなる。日本海軍は、 吹雪型駆逐艦9番艦、磯波艦長、沈没寺、上風型5番艦、旗風艦長、影朗型15番艦、野分け艦長等を歴任した荒木正臣中佐、当時、吹雪型20番艦寺奥駆逐艦長を、宵い駆逐艦長、2代目に任命した。2月16日、荒木正臣中佐が本艦に着任。 艦長室での事務引き継ぎ中に空襲警報が出る。横須賀で待機中に、伊予島の戦いの援護で、関東地方に空襲を仕掛けてきた第58任務、部隊、マーク・ミッチャー省の関西機と交戦。敵機がかなりの低空だったため、49門の機銃による、対空砲戦を行った。約1時間ほどの対空戦闘で撃墜グラマン回6回2機と、報告。 戦闘外砲の決裁を新艦長が行い、旧艦長は退官した。遊国、横須賀鎮守府から、明日空襲の際、陸上防空砲台の援護下に入れと伝達があり、海軍法術学校沖へ移動準備をした。2月17日、空襲警報後に、法術学校沖で待機。敵機が、超10センチ広角砲の射程内に入ってこなかったため、 前日のような戦闘にはならなかった。この日横須賀には、本艦の他に爆撃標的艦、ハガチが在白していた。米軍の無線傍受によると、横須賀在白艦船は、空母一隻、巡洋艦一隻であり、これは、ハガチを、空母、宵月を、巡洋艦と誤認したものとされる。2月20日、駆逐艦、ツタと共に、横須賀を出港。 敵潜水管を警戒しながら、本州南岸を雪岸航行し、伊予灘や大東の上昇白地に加泊する。2月23日には、クレに入港し、第11水雷戦隊へ合流した。3月5日からは、上昇を基地として、訓練に従事する。しかし、3月16日の訓練中に中油ポンプが故障。クレに一時帰還し、 呂に係留し整備している時に、呉軍港空襲、3月19日を受ける。味方艦、青葉、大淀、利根、天城、葛城の、竜宝、伊勢、日向等を守るため、広角砲による対空射撃を実施、直に向かってくる敵機は、機銃対空射撃で応戦した。この日の戦闘で、広角砲弾の1、3を消費し、損害は、資金弾があったのみで、 外番に昇降が空いた程度であった。呉海軍交渉でポンプ修理が行われたが復旧せず、当面の行動に支障なしとして修理は打ち切られた。4月6日の第二艦隊、司令長官、伊藤誠一中将による、水上特攻部隊、第一航空戦隊、マト第二水雷戦隊、京ヤ矢作、第十七駆逐隊、磯風、雪風、浜風、 第21駆逐隊、朝市霞、初市第第41駆逐隊、冬月、両月の出撃、4月7日、棒の岬沖海戦には、訓練不十分のため残留を命じられた。本艦は、待機部隊、第2部隊に編入。姉妹艦、か月、和月と共に、瀬戸内海西部防空の任に就く。以降、揚げ将、八島を白地として、 訓練を繰り返したが、訓練用標的機も得られず実戦が訓練という、情に陥った。5月10日、矢島白地を早朝に出港し、呉に向かった。途中、松山沖鶴島水道を通って、柱島白地に変身した際に警戒警報が出る。13号電探が四国南方に呉に向かうと思われる、敵対変態を発見したため、対空戦闘のため伊予灘に出た。 15センチ広角望遠鏡で B-29 を確認し、94、四式光射規則距離で距離を測るが、第1定弾だけでも50機以上の大変体であったという。爆撃されつつ、対空戦闘を実施するが、戦火も被害もなかった。5月20日府で、第11水雷戦隊から離れ、秋月型2隻、冬月、両月で編成されていた第41駆逐隊に、 編入される5月25日、姉妹艦、和木、駆逐艦長、西野茂中佐が第41駆逐隊に編入され、定数4隻、両月、冬月、酔月、和木を揃えるが、棒の岬沖海戦で大破していた、両月は7月5日府で第41駆逐隊より、席された。その後、海軍総隊は、ギガバイト第25万1221番電。 ギガバイト伝令第33号により、第41駆逐隊は、津島海峡部隊編入となった。6月5日、津島海峡部隊に合同するためクレを出港、下関海峡を経て、沈海へ向かう航路を取った。しかし15時30分、巣オーナ姫島灯台の325度後、8km 地点で、時期嫌いに食らいし、 補助機械の一部に損傷を受け方原航行となった。その後修理のため暮れに開校することになり、下関海峡東口のへさき沖に下泊される。翌6月6日から暮れ高校岸壁に係留された。6月29日、係留中に B-29 の空襲を受ける。江田島方面から高校度で、編隊を組んで左玄に向かってくる敵に対して八門の広格砲で、 対空射撃を行うが、変態火砲で炸裂。第2波、南ともに、同様の対空戦闘を実施、被害はなかった。7月1日には、呉市街に、夜間空襲、B、B-29 による、焼夷弾爆撃が行われたが、目標を視認できず対空射撃は実施しなかった。7月20日、修理が完了するも、その後は、断続的に空襲を受ける。 7月23日には小型機の空襲を受け、資金弾破片で初の戦勝者を出す。7月24日のクレ軍港空襲では、被弾損傷を受け、7月26日に資金弾による外番破港の修理を行うため、交渉岸壁に完備を横付けした。7月28日には再度クレ軍港空襲を受けたが、弾薬の浪費を抑える。 指示のため降格法の使用も制限された。8月2日、本土決戦に備えて、兵力を温存するため、栄光されて、東、の見島南端の周知の久保、入江島岸に病白。藁縄の網で全艦を追い、青松葉で偽装を行った。単層機銃は、陸揚げされ、丘に機銃座を作り潜伏させている。8月6日の広島原爆投下時における。 宵月は偽装中であり、所在の露呈を防ぐために発砲は行わなかった。本館係留地点からも、原爆炸裂の閃光と爆発音及び、キノコ雲が見えたという。8月15日に終戦を迎えたが、同日府で第41駆逐隊に、影浪型駆逐艦8番艦、摂風が編入され、四席編成となった、冬月、宵月、和月、カ風。 8月24日、クレに開港。10月5日除籍。12月1日に特別輸送艦に指定された。福音輸送後は、横須賀で特別保管艦として経流され、1947年、昭和22年8月29日に特別輸送艦の指定を解かれた。本艦の残務整理は12月5日に終了した。 戦時賠償艦としての中華民国への引き渡しは、1947年、昭和22年8月25日に佐世保港を出港し、29日に陳川に到着して引き渡される。雪17号と仮命名された後、奮用、フェンヤンフェンヤンと命名された。中華民国への賠償艦としては、最大の艦艇である。しかし、期間の調子が悪いため再武装されず、 チンタオで経流された。国境内戦中の1949年2月にチンタオを出港してキールンに開港され、10月1日に練習艦隊に編入されて経流練習艦となった。環境の窓はすべて塞がれ、再生のために裏が選挙から議主を招いて修理も行わたが、修理が完成することなく1963年に除籍解体された。 中1945年12月20日以降は、館長を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。